ようございます。おはよう。みんな朝早いね。おはようございます。お、夏みかんさんよかった。おはよう。風邪？ん？全然目が痛。アンナも眠い。かんきちさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日は18日かな。おめでとうございます。朝アンナです。顔がまだ起きていません。夜はちょっとわかんないから一応やっとくだけ。あ、もう眠たい。めっちゃ眠たい。メイクしてるよ。早起き。二度寝しますって。おはようございます。さっきさ、ショールームつけた瞬間ね、パタッと落ちたんよ、ショールームが。やっぱおかしい。これ今でも携帯でやってるんですけどね。海外行くの？行ってらっしゃい、町おかしさん。寝配信でもいいよ。朝から元気に。早いにゃ。あ、マシャ早いね。はい、してる。メイクしてる。してます。ちょっと待って、右目がめっちゃ乾燥する。バイト、ゆのさん、いってらっしゃい。ジャロスキはいつも寝てます。はじめまして、枝豆さん、ありがとうございますね。目薬元気です。めっちゃ目乾燥して朝からメイク。うん、眠い。メイクはしてます。学校、お仕事、いってらっしゃい。みんな、アンネに僕はなる。どういうこと？メイクしなくても好き。今はしてるよ。今日で夏休み。ああ、夏休みだったの今日。元気です。どういうこと？馬から落ちてって。朝から美容院に行くよ。通学中に目が合うなって思ってたんだ。仲優さん、早い配信。髪は染めないかな今は。トルコにね、アンニャのファンいるよ。嘘、本当に嬉しい。トルコ、みっこさん久しぶり。サクサククッキー、今日は20分ぐらいの予定。何山も登りません。ちなみに、あの、山本お仕事で早く起きたわけじゃないんで。待ってたわ。山さん、朝からありがとうございます。山さん、ありがとうございます。
はい、違いますよ今日は。山さんありがとうございます。ありがとうございます。一人で山に登ります。こんな格好で。ありがとうございます。山さんありがとう。どこの山かは秘密です。今から山に登ってきます。登山してきます。さあははは。はそう、この格好で山登ります。山の頂上で待ってます。お願いします。ヒールで山登ってみて。オッケー、じゃあ今日ヒールで山登ろう。本当は秘密。タピオカ飲みたい。みんな6時15分になったら教えて。朝ごはん食べてない。そしたら順位読む。アンナの声で寝そうって。なんで？ほら誕生日だぞ。セナさん誕生日。お二人目は今日。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。あと6分。おはよう清春くん。おはよう。二度寝しないです。朝ごはん何食べてるの？ヨウさん。アンナの声眠くなる。アンナの、アンナ今もう声がまだ朝だから出ません。あやすけタピオカ飲むの？パジャマじゃないよ。あ、サーベルポンさん早起きねって。まだ寝てない。ピーちゃん Wi-Fi 捕まえた。カサカサ嬉しい。ありがとう。イコラブ歌ってほしい朝から。平渡さんお仕事お疲れ様。大目田さんもう一回寝ようかな。てんちゃんみあそうみーにゃがね来てくれたの嬉しかったって言ってたよ。今日はお仕事のため朝早く起きたわけではありません。プライベートでございます。かりちゃんさんおはよう。おはよう森谷さん。こちらこそ。みやちゃんおはよう。気分って。そうそう山に登ろうと思って。いつまで山に登るって言ってんだろうね。一人でヒールで登るの。あおちゃんおはよう。おはよう。そういう設定なんて。うん。さっき決めた設定。ヒット祈願一人で。ぬくぬくさん会社に行く準備。なんで花ちゃんに会ったの？お仕事トイさん。あの人となんちゃじゃないですか？あの人？バンジー。
バンジー怖いけど一回はやってみたいよね。でも怖い。あと3分、あっという間やな。あの人とお出かけ、あの人ってどの人？新曲クラスで人気ないよ。嬉しい、リンさん嬉しい。それはいっぱい聞いてほしい。東京での怖くすべていく。ああ、秋高さんありがとうございます。あ、富蔵先生、あら、まあどうもどうも。ご想像にお任せします、皆さんに。今日も頑張ります。今日は頑張んないかも。お橋さん、大谷蓮行ってよ、てんちゃん。お仕事頑張ってください。山本はお仕事のために今日は起きていません。みんなも頑張ってね。そう、今日は山登りという設定っていうことにしといた。あんちゃんの書類見るとお腹すく？何も食べてないよ。おい山本、なんだ？握手会あるのですね。ありますよ。ありますよ。ラピューターさん、お久しぶり。あの人、誰？本当に誰か気になる。本当に誰か気になる。あんちゃん食べたい。あんちゃん食べたい？まずいよ。バイト頑張って。目覚めにフォースいいっすね。あと1分しかない、早い。マジで誰？アンナがお出かけしそうな人、誰だろう。もう終わりやで。夜配信は分かんない。僕は美味しいよ、解散。いってらっしゃい。夜配信分かんない。早起きやなってね、みんな早起き。あ、朝なったよって教えてくれてる、ありがとう。パジャマちゃうで。パジャマ違うで。15分になったよって。じゃあちょっと待って。